近代戦における大砲兵戦とは、対峙している砲兵部隊同士がそれぞれ殲滅を狙って直接砲撃し合う戦闘のことを指し、どちらかが壊滅あるいは解消するまで撃ち合う戦闘だよね。しかしながら、このウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍砲兵部隊の戦い方はこれまでとは違うとして、ウクライナ軍砲兵部隊のベテラン将校が榴弾砲同士が撃ち合う砲撃戦は過去のものになったと語っていることが伝えられているぜ。今回はウクライナ侵略戦争における大砲兵戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このウクライナ軍将校が語るところによると、大砲兵戦の戦い方を変えたのは、ドローンと精密誘導弾、そして大砲兵レーダーの存在であるというんだ。この侵略戦争でこれまでに最も脚光を浴びた兵器といえば、なんといっても無人航空機 AUV ドローンだろうね。開戦当初に話題となったドローンは、トルコ製の偵察監視攻撃のいずれの任務もこなせる大型ドローン、バイラクタル TB2 で、特に侵略開始当初の2022年3月にウクライナの首都キーウを目指して侵入してきた。ロシア軍部隊の車列に攻撃を加えるなどして、首都防衛の盾役者として称賛する歌などが作られるなどしていたな。また2022年4月にはウクライナに対してアメリカから、自爆攻撃型ドローンスイッチブレードが100機供与され、ロシア軍の兵員や戦車などを攻撃する動画などが出回ったぜ。ウクライナ軍ではスイッチブレードは、ウクライナ軍の特殊部隊を中心に実戦で使用されているとしており、供与したアメリカ軍がウクライナ軍兵士を訓練した上で、ロシア軍への攻撃に運用され戦果を上げていることが明らかになっているよ。ウクライナ軍では国外からウクライナを支えてくれるパートナーの支援によって、ウクライナ軍兵士への訓練が試され前線で良い戦果を上げていることが証明されたと伝えているんだ。このアメリカが供与したスイッチブレードは、エアロバイロンメント社によって開発された、自爆攻撃型無人航空機徘徊型兵器で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた、殺傷性小型飛翔弾薬システムリーガルミニアチャーエアリアルミサイルシステムとして開発されたドローンで、アメリカ軍の他にイギリス軍が運用していたもので、今回供与されたウクライナ軍がそれに加わったってわけ。攻撃用としては3つのタイプがあり、人員や飛走行車両などソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600があり、その他に偵察監視用の非武装のブラックウィングもあるぜ。これらの攻撃型ドローンがロシア軍砲兵部隊を攻撃することももちろんあるが、ウクライナでの大砲兵戦において、ドローンがこれまでの戦いを変えたのは、敵砲兵部隊が展開している地点の探索と、そこに攻撃を加えた際の弾着の確認を確実に実行できるようになったことだろうな。これまでの大砲兵戦においては、偵察や弾着確認は敵陣深く潜入した偵察部隊やヘリコプターなどの航空機からの、目視によって行われていたものが、偵察用ドローンを飛行させることで安全に実施できるようになったよね。ウクライナでは侵略戦争以前から UAV が急速に普及していたとされ、それらの技術が軍事用に転用されているよ。戦場でドローンを使用することにより、指揮官は敵軍の配置と動きに関する情報を素早くかつ正確に収集でき、射撃位置や砲撃目標を調整することができ、さらに、ウクライナ軍はこれらのデータを精密誘導砲弾や、ロケット弾などへインプットすることで砲撃の精度向上を図っており、軍は核攻撃の効果を最大化しつつ、周辺の一般住民への巻き添え被害を最小限に抑えることができ、さらに、ドローンを使用することで、砲兵部隊指揮官は自部隊による攻撃の効果を素早く評価することが可能となり、それに応じて戦術を調整して砲撃の効果を最大化し、目標を確実に破壊殲滅することができるんだ。また、ドローンの使用によって大砲兵戦における死傷者発生リスクを大幅に減らすことができるというぜ。無人のドローンを、偵察やターゲットの捕捉監視などの敵地への潜入が伴う危険なタスクにおいて、兵士の代わりに使用することにより、ウクライナ軍は大砲兵戦での死傷者発生リスクを大幅に減らすことができているな。
もちろんロシア軍の砲兵部隊も偵察ドローンを活用しているが、ドローン技術がより発達しているウクライナ軍は、ドローンの運用に人工知能 AI テクノロジーを活用することでロシア軍とは大きな差があるぜ。AI 対応ドローンは、戦場における現在のターゲットだけでなく潜在的なターゲットも炙り出し、これらのターゲットが配置されている状況を識別することができ、さらに読み取った地形データを分析することで、敵軍の部隊配置がもたらすリスクをより正確に分析して評価し、自軍砲兵の配置などについてフルタイムにより正確な決定を下すことができるからね。また、ウクライナがアメリカから供与されているアメリカ製の 155mm 榴弾砲用の GPS 精密誘導砲弾である、M982 エクスカリバーや高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム、MLRS から発射可能な GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS の、M30、M31 などの存在も対砲兵線を変えたとして、ウクライナ軍砲兵部隊将校は指摘したよ。ロシア軍にも独自開発の誘導弾が存在しているとしながらも、その精度はアメリカ製の誘導弾と比べれば、大きく劣っているとされているだけでなく、それらの保有弾数も少ないと見られウクライナ軍と同様には活用できていないとも指摘したな。ロシア軍の砲兵部隊にはこれらの精密誘導砲弾によって確実に砲撃が加えられ、さらにアメリカ製の誘導弾が長射程であることから、ロシア軍砲兵部隊に砲弾を供給する後方の弾薬庫などの、兵站施設にも砲撃を加えることで砲弾の補給がままならない状況に陥れているため、ロシア軍からの砲撃が明らかにヘリ戦力の弱体化に成功しているとされているんだ。一方、ロシア軍にはこうした砲撃が可能な砲弾やロケット弾がなく、対砲兵戦においてロシア軍砲兵が、命を守るには幸運を祈るしかないこととは対照的に、ウクライナ軍砲兵部隊は被害を最小限に抑えて有効な砲撃を加えることができているというぜ。また、ウクライナ軍砲兵部隊がロシア軍砲兵部隊に対して優位に立てる要素として、イギリスとフランスから供与された長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウの存在も大きいらしい。SCALPEG ストームシャドウはスホイ 24M 爆撃機などに搭載され、250km 以上を巡航して GPS 誘導などによって、正確に目標を攻撃する空中発射型の対地ミサイルで、これによって GMLRS では攻撃が難しい場所にある、ロシア軍の兵器庫弾薬庫などを攻撃して戦果を上げているとされているよ。また、ウクライナ軍が対砲兵線を有利に展開している要素として対砲兵レーダーがあるんだ。アメリカは2014年のロシアによるクリミア侵攻の後からウクライナに対する軍事支援を行っており、いくつかの最新鋭兵器を提供していて、その中の一つに ANTP936 対砲兵レーダーがあるね。クリミア侵攻の翌年2015年に ANTP936 対砲兵レーダー2機をウクライナに提供していたほか、侵略開始後の軍事支援として2022年3月10機を供与し、オランダからも5機がウクライナに送られていたんだ。この対砲兵レーダーとは索敵範囲内に侵入する砲弾やロケット弾を検知し、それが発射された砲撃地点を検出し、敵砲兵部隊の位置を迅速かつ自動的に探知して速やかに反撃することを可能にするもので、このレーダーによってウクライナ軍砲兵部隊の損害に対しロシア軍砲兵部隊の損害は3倍以上に上っているぜ。ロシア軍も対砲兵レーダーを運用しているものの、最前線での対砲兵レーダーの不足を訴えていたロシア軍、第58連合軍のイワン・ポポフ少将が解任されるなど、その絶対数が少ないと見られているな。このようにウクライナの戦線で現在展開されている対砲兵戦においてはウクライナ軍が優勢となっていて、反転攻勢作戦の進捗に大きく貢献しているとされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。